悪いところはこれ3日目までやっぱり残ってたってのはここですよね。そうね、切り口がなんでこんな切っちゃったのっていう感じの、ここが私も一番買う時に悩んでて、どうすかな、どうにかなるかな、だけどどうにかなるだろうと。かなり滑らかに、そうですね、この辺のね、木質の繊維を出すのも一つなんですけど、こういう角を削っていくことで、あの柔らかみが出ると思うんですよね。もうね、バツって切った切り口がなくなってますね。そうなんですよね。でこういうところもできるだけ、やっぱり少しこういう変化が少し、あのふにゃにふにゃにと、あ、この辺がだからね、あのガックンっていうところだったんですよね。この辺もガックンって一番ほら最初の嫌だねって言ったのがこの辺に、はいはい、それが分かんなくなったと思うんですよね。でこういうところも少し例えばちょっとこうグーッと深く取り込んでみるとか、そうするとこの辺の木目が多分出たと思う。見えましたかね、うん、そんな感じでね、うん、普遍にというかね、そういうのは難しいですよね、普遍にっていうことで、うん、ということで、はい、後編は針金かけ、あとこの全体的にこれをもうちょっとやって、うん、そうですね、その後針金かけて静止をするということですね、はい、お楽しみにしてください、ですね、今回は木を10倍の価値にすると10倍の価値にする、はい、目標にという夢を持って楽しみましょうという、はい、4500円で購入した、はい、ということがいくらになるかですね、いくらになるのか、はい、こうご期待、はい。こんにちは。はい。あの、さっき撮ったじゃないですか。そうですね。第2弾ということで。そうですね。はい。針金製紙ですね。前回も話したように、今、こちらが正面になって、はい、これ頭になっちゃってるんですけど、この水水をね、ここのところを見せたいと。で、この変化がちょうど見えるんで、これはね、全体にこっちに寄るようになると思います。これは、ちょっとインシロックで一回止めちゃいますかね。こっちの方に。はい。ここだけで。はい。はい。で、止めた上で、これを、頭をそちら側に持っていくと、こういうふうに返すか、ぐるっと回すかということは、ちょっとこれ先に止めちゃいましょうか、はい、こういうこれぐらいの大きさの玉をですね、ボコ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 作っていきたいなというふうに思います、はい、ということで、これが少し前、こんなふうに、この前でもいいか、この前でもいいか、大丈夫かな、よっ、同じですかね、灰が多いですね。とりあえず前に来ました。でその先から針金かけるところですね。そうですね、たまたまのところから、はい、どうするかな、前回の話だとそこを頭にすると、うん、そうですね、この辺を頭にするんでぐーっと前に持ってくる、ぐーっと前に持ってきて、どっちが来やすいか、曲げるか、はい、灰が多いです、え、灰が確かに灰が多いですね。導線で16番、はい、16番、2人とも16番で、か14番2本にするか。でまずはこの二股に分かれてるところを、そうです、まずこれを前に持ってくるのが大事なんで、これはまあとりあえずかけといて、後でどうするか考えるんですけど、はい、そしたらこれにするか、16番を2本ではなくて14番を1本、これとこれにかけますね、はい、はい、でこれはこうねじってくるんで、こう上になっちゃいますけど、はい、本来は下から入れる方が綺麗かなっていうのはあるんですけどね、巻く向きですね、そうですね、この針金、曲げる向きと、曲げる向きを優先して、おっ、ずれた、太いからなかなか動いちゃいますね、まあいいや、とりあえず無視してやりましょうか、後でまた位置変えますんで、これ最初のあれですね、インシュロックのところが、インシュロックが緩んじゃんで、今さん動画1ヶ月ぶりなんですよ。
そうですね、随所店はね、ありましたけど。あ、そうか、随所店ありました。うん、トークだけですからね、うん、私との不仲説とか出てないわけですか。仲いいですけどね。そう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 、私が新しいなんかね、YouTube って、そうそう、相方見つけてるとか、 YouTube 動画を始めるとかね。まあ、僕より伸ばせる人いないで。自信満々ですね。大丈夫です。とりあえずこれですね。これを、あ、ちょっと張り紙取っておくか、はい、次はですね、ここがカヌキになってるんですね、はいはい、ただこれが裏枝として重要な枝で残しておきます。で、これとこれを針金、ね、かけると矢代兵衛って言って効かないんですよ。あ、これとこれを、はいはい、なんで一旦これとこれをかけて、はい、でこれとこれをかけると。あ、それだと効くんですか。ちょっと効くんですね。おお、それじゃあそうです、ね、やっちゃうときは上の枝と無理やりかけたりとか。ああ、そうなんですよ。これと こっちに2本かけちゃったりとかしちゃうかもしれない、これとこれをかけると、これを動かすとこれも一緒に動いちゃう。動く。なんでこれとこれをかけといて一つ固定しといて、でその固定を利用してこっちをかけると。そうか、そうか、ということですね。これはこうして18番、はい、18番、ちょっとこうひねって逆がいいか、こうひねるか。今これがね、上向いてたんですね、ここの枝が、うん、なんでこうひねって、さらにあの針金かけてからひねれますけど、横にした方がいいってことですね。横にした方がいいってことですね。下向いちゃったやつはちっちゃい。昨日浜野会長言ってましたけど、プロの方も結構見てるからって言われたんで、うん、そうね、よく言われます、見てるからって、ね、緊張しちゃいますよね。いい加減なことやってる、あくまでもやっぱ初心者向けに、初心者向けに、はい、はい、そうですね、した方がいいのかなと、ということで愛好家がやってますってあんまり言っちゃいけないんですよね。それも嫌がられるんですよね。そうなんですか。ちなみに言ってませんでしたっけ、昼間さんずるい。ああ、言ってましたね。ね、嫌がってるのかわかんないけど、わかんない、うん、このかけた方ではダメです。はい、何がダメなんでしょうか。あ、針金がね、あれ、でもいいんだ、いいんだ、ごめんなさい、よかった、合ってたね。合ってた、合ってたね。あ、違う、あれ、ちょっと待って、あー、そうかそうか、そういう意味か、いこれ上入るんだ、上入ります。あ、違う、あれ、分かんないした、あれ、あ、こっちかけるから、あー、ん、そう、こんな悩むことないんだけど、そうですね、うん、珍しい。下行くと重なっちゃうから上しかないんだよな、上しかない、上しかないってことはこう入るしかないんだ。針がね、が重なる、うん、交差するのは良くないっていうことなんで、そうですね、針金のかけ方があるんですけど、重ならないような、重ならないように、それが珍しく迷われてると。迷いましたね。いや、あのね、ここに入り、ここに入りたくないからっていうのはあるんですね。うん、うん、結んだですけど、はい、はい、まあいいや、とりあえずじゃあここで、そうですね、あんまりカンヌキかけないからですかね、なんか、まあ、そっか、カンヌキだから、うん、あんまりかけないから、かけ方が悩んだっていうのは、確かに、そっか、3本目確かにむずいっすね。そうなんですね、今頭の中で、針金かけしてた、うん、ああ、なるほど。さあ、まあ、なんかかけちゃおうか、そしたら、細かく。じゃあ、針金はちょっと、うん、針金はちょっと、一旦かけますね。はい、これもかけます、はい、します。盆栽Qストアで通販もやってます。詳しくは概要欄をご確認ください。雨が止みました。雨が止みました。でもカッパは来たままです。はい、はい、そしたらですね、この頭をこちら側へ持ってくるという作業をしたいと思います。針金はかけ終わったと。針金はかけ終わったですね。これは、ちょっとこの枝はどっち行くかわかんないんで、とりあえずこれだけ前に行きますね。ここですね、ここと、あとここ2箇所で、もっとだな、結構きついですね。こうどうすっかな、どっち裏にするかですね。前には向きましたね。前には向きました。まあ、もうちょい行きたいぐらいなんだけど、どうするかな、本当に裏枝がどっちにしようね。とりあえず後ろに行っていくか、前に来てから、裏枝です。うん、そうですね、頭の位置がそこだから、頭より左側に裏1本あった方がいいみたいな、ここね、
こう前から見た時に。ああそうですね、頭が一番端っこになるの嫌ですね。端っこ嫌ですね。それとこれもね持ってきたいんですけど、これはでもここら辺にちゃんと作ればいいか、これ裏でいいや、これ裏にしてこの辺の穴埋めに使いましょう。上から見るとやっぱ裏枝がね大事。そうですね、なの分かりますね。そうですね、ここが頭で、はい、これがないとやっぱね。そうですね、なんて言うか分からないけど、うん、これがねやっぱり穴埋めが少しこうやってやって、まあ裏なんでね、これ両方全体にボリュームあってもいいんですけど、うん、これは裏じゃなくて、これを埋める枝にして、これが上に行って、これが差し枝ですけど、あんまりこうビャーって伸びちゃうよりはやっぱりコンパクトにギュッとした方がいいと思うんで、これはこの辺で一回折って、でまたこっちに戻すと、はい、くねらせて距離を短くしてるんですね。そうですね、日差しが入ってるけど雨が降ってると。そうですね、お天気雨です。飛び込みのお客様は受け入れるんですね。受け入れるの、探して、え、かんちゃんが病欠なんで、みんなで当然を支えてる、支えております。なんてアットホームな、アットホームだね。川崎先生お会計もしちゃうからね。お会計もしちゃいます。僕もたまにしてます。結構畳んでますね。畳み込みが生きてますね。あの練習してる冬場に。結構前の方まで差し枝が伸びてきました、うん。そうですね。できるだけコンパクトに。コンパクトに。小さくこうなってるとやっぱ木がね、うん、大木感が出るという。そうですね。正面をちょっと下の枝をたくさん取らないと、うん、枝が多いんで。下を向いた枝を取ると、うん、棚が綺麗に。そうですね、見えますよね。見えますね。葉っぱが多すぎて、うん、枝が見えない。葉っぱが多すぎますね。ですかね、うん。はい、ということで、やめるやめると言って10分ぐらい、10分じゃ済まなかったですね。10分じゃ済まなかった。キューさん飽きちゃって。一応終わりました。できました。はい、どうもね、ちょっとやっぱり多いんです葉っぱが。はい。だけどまあちょっと枯れる可能性もあるんでね、葉っぱを多く残していこうっていうことで、まああの振り返ってのもあったんですけど、こんな感じでもし植えるとするとね、雰囲気見えますかね。こんな感じの鉢で会うといいんですけど、ちょっと危険性、枯らすのが一番みっともないという話があったんで、一応これで終わりにしたいと。でまあ棚もね、本当はこれがね、こう段差がついてくるといいんですね。これがね、ちょっと商品なんでごちゃっとこう固めました。2回にわたってやったのはこの丸田んぼの幹ですね、はい、この辺を板っぽいところを見せたと。だから将来的には本当にね、細い1本にしていくんだと思いますね。そうですね、やっぱ、うん、葉っぱに比べてまだね、うん、太いのが枯れたんだなって感じがあるから。そうなんですよね、もっと細く、細くですね、うん、はい、そうですね。ということで、であとこの辺が、ね、水水が、ちょっと太めになってますけど、もうちょっと細くいってもいいかなっていう感じで、うん、まあ、そうするとこちら側から水水が、そちら側からいくと右側からですよね、こう出てきて左側の方に帰っていって、でシャリもこうねじれてる感じが見れるかなと思いますんで、うん、これももう少し培養してですね、来年のお祭りに4万5000円で大変いけますかね。分かんない。もうちょっとかかりそうですけど、でもまあ歯結構いっぱい多いんで、うん、このまま元気つければ枯れなければね。彫刻どんだけ進むかですね。ああ、そうですね。はい、はい、はい。そうですね。はい、ちなみに、うん、石灰溶合剤はどのぐらいのタイミングで塗ればいいでしょうか。ね、ちょっとね、やっぱ際をね、削ったところがあるんで、どうだろうな、2週間、まあ無理しなくても、12月、今10月の半ばですから、12月ぐらい入ってから、ね、うん、まあ、1ヶ月ちょっとぐらい、うん、そうですね、開けて、はい、傷口が、なんだろう、巻いてから、うん、巻いてからですね、こういうところとかね、少しちょっと削ったところがあるんでね、まあ、あの石灰溶合剤は別に慌てなくてもいいので、はい、はい、というところで、この風に仕上げてみましたっていうことですね。はい、どうですか。いや、まあまあまあ、ちょっとあんまり納得いかないですね。あんまり納得いってない。頭がね、もうちょっと前行きたいんですね。これ後ろ側から、ここから無理して持ってってるんで、もう一回
次回もう一回前に、うん、もうちょっと、うん、もうちょっと、もうちょっと前、1センチぐらい前かな、うん、1センチね、もうちょっと前でなってくると、ね、うん、で、あとは懐の紐っぱっていうか、それが取れるようになってくると思うんで、うん、そうするともうちょっとこう軽く見えると思うんで、うん、そうですね、うん、でも今の段階でも4500円で買えないなって、4500円で買えないかもしれないね、買えないですよね、売ってたらそうですね、うん、どうだろう、1万円でも売っててもおかしくないですよね。1万円ぐらいはしそう。ええ、その感じですよね。感じはする。はい。あと彫刻して。彫刻して、来年の5月、クソッと出しといてね。もしかしたら業者の人が、あ、安いって言ってくるかもしれないですね。それが一番嬉しいですね。それが一番嬉しいんですよね。はいはい。ちょっとやっぱり、4万5000円になると、なかなかね、一般の趣味家の方は難しいんで、まあ、どう判断されるかですね。一応、目標の話ですかね。目標の話。そういう夢を持って楽しみましょうという。そういうことです。そういうことですね。はい、ということで作ってみましたということで、はい、2回にわたって、はい、はい、いつか終わり方終わり方が、はい、はい、ということでありがとうございました。ありがとうございました、はい。今日は雨が降ってるんで、たまに濡れますね。たまに濡れます。カメラ大丈夫ですか？はい。拭きながらやっております。はい。はい、買いですからね、カメラね。Q さんの商売道具ですもんね。うん。買い替えたいです。なんか雑音入ってたんで、高松の方が。たまにあるから、マイク新しくしたんですけど、それでも直んなかったから、もうボディ変えないとなと思って。あ、本当？今回の動画も雑音入ってたらすいません。すいません。Q さんのね、マイクいいから、私の声がなんかよりダンディー、いいや、ってか、まあ、本当の声じゃない声がなんか、いや、本当の声ですよ自分だと分かんないです僕もこんな声だと思ってなかったです。ああ、そうなんですか。おかしなこと。畳み込みでは枯れなかったけど、針金外して五葉松がね、うん、ああ、そうでしたね。やっぱりちょっとそういう方いましたけどね、うん、あの僕一本枯れました、針金外して。そんな外して枯れないよって思ってたけど、はい、うん、ありましたね。逆に針金かけでは一本も枯れてないです。うん、そうですね。外せる時期がちょっと遅かったかな、うんうん、って感じですよね。そうですね。あと、せっかく元気だったのが夏場の暑さでね、うん、あの少し傷んだやつもありましたね。ありましたか。うん、まあでも、うん、枯れた確率で言ったら多分、あ、そうそう、 5% ぐらいですよね、うんうん、20本やって1本とか、うんうんうん、だからまあいい方でしょうね。ね、うん、畳み込み全然いいと思います。全然いけます。で、そろそろもうその季節に入ってきたということで、ちょっと畳める素材をまた買ってこないと。ええー。ただね、心拍の畳み込みはね、針金外しがめんどくさい。あのまだそこにいっぱいある。ちょっと見てこれ。あ、おまけだこれ。ツイッターでもやってるんですけど、これを。畳んだ人たち、そんな人たちが、何本か、昨日4本ぐらいやったんですけど、まだまだこういうのはね、まだね、うん、これを細かいのを全部かけてるじゃないですか。そうだ、こういうのほら見てください、これ、この食い込みが、食い込む、うん、これは食い込んじゃって、昨日まあですけど、だからこの辺もそうですよ、全部取らないといけない。こういうの針金ね、もう外しもかなり大変だけど、ご用大変でしたね。心拍、こういうのの針金外すのめちゃくちゃ大変ですよね。これやばいですね、これね、こんななっちゃって、ほら、うん、だからあのかけてから畳んでるから取るのが大変、取るのが大変なんで、皆さんね、ご注意ください。ご注意ください。後で後悔する、そうですね。だからやっぱ半年ですね、今1月ぐらい、1月2月にかけてるんで、うん、7月、8月には外さないと、まあ、8月外すのちょっと危険なんですけどね、うん、まあ、少なくとも9月には外さないとっていう感じかな。そうですね、うん、っていうことで、まずいっすよ。それともう一つ考えたのは、やったのが、1月、2月だったから、うん、やっぱり10月ぐらいにやれば4月ごろ外せるんですよね。なるほど、その方がいいかなと思った、うん、2月心拍は多分、針金外しても枯れないじゃないですか。はいはい、そうですね。だから、うん、あの籠宮さんも言ってたけど、食い込ませた方がいい。ああ、そう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 、少しぐらいは、ね、うん、そうなんですね。心拍はもしかしたらこれでいいのかもしれない。そう、めんどくさいけど、そうなんですね、少しぐらいの。ご用はちょっと遅かったですね。そうですね、遅か、全然遅かった。かぐみやさん、あれ違う、かぐみやさんどっか行った、あれどっか行っちゃった、あったあった、かぐみやさん元気です。うん、元気、はい、あの調子も良くなって、うん、そう、なんか伸びてきましたね、うん、はい。あと五葉松はやっぱりあの畳み込んで植え替えたやつが良くなかったですね。あれ調子悪くなってきました、うん、だから御用はあの少しそのまま持った方がいいですね。はい、ということで最後に戻りましょう、はい、おまけでした。
なんでこの話になったんだろう、はい、チャンネル登録と高評価をお願いいたします。お願いします、はい